はいどうも、スタンプラントの荻野と申します。田村です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔ですね、はい、人面魚とか人面犬とかそういうのが流行りましたよ、ね、流行りましたね、昔ね。あれどう思います？で顔の、魚の顔が人間の顔やいうやつでしょ。そう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 、あれなんか読みた模様なような気もしますけど、あの時は大騒ぎしましたね。そうですね、あのね、私ですね、夢の中でですね、魚人の国に行きましてですね、魚人の国に、面白そう。ほんで巨人でですね、はい、いろんなことを教えてもらうっていうのを、うん、教えてもらったことあるんですよ。どんなことを教えてもらったんですか？例えばですね、魚人のその生活の仕方とかですね、はい、魚人がなぜここから頭がバーッと魚みたいになってるかとかですね、はい、まあそれで売店にいたらどういうふうなおばちゃんがいるかとかですね、はい、そういうことを言ってたんですけど、まあ魚人もその人間とほぼ変わらないぐらいの話なんですけど、まあ、はい、魚人がそういう話をしてまして。魚人はどんなことを喋るんですか？魚人はふえつぼろいてぼつぼろいてぼつぼっと喋りますね。それ純ちゃん語ですね。そうですよね。でまあ魚人がそのザーッとこうどうするんかなと思って話聞いてて、この間魚人が経営してるラーメン屋さんに行ったんですよ、はい、でラーメンこう食ってますと魚人の店主が出てきましてですね、はいはい、びっくりするでしょ。びっくりしましたよ、はい、で魚料理やったんですね、出てきたラーメンと共食いですね。もうやっぱ魚人ちょっと違うんちゃうかいうことで、その店主に言うたらもう魚人の顔が真っ赤になりましてですね、なんて言ってたんですか？魚人がホイトボールトボートボールトボートボート言いましてですね、日本語で日本語で、そんなもんお前魚料理でもええやないか言うて、どやどやいうことで言うてたんですけど、それ食べたんですか？魚料理食べましたね、美味しかったですね、うん、美味しかったですか？あれ、魚人っていうのはどんな形してるんですか？人魚とはまた違うんですか？いや、顔が魚ですね。顔が魚、はい、そうかそうか、人面魚の逆ですね。そうなんですよ、うんうん、でたまに魚魚、全身が魚で顔だけっていう、そんなのもおりますけどね。魚みたいな顔した人はいますね、うん、あれは魚人ですか？あれ魚人 の生まれ変わりっていうか、魚人に生まれた時にもっと魚人じゃない顔になってしまう、人間になってしまったという、まあ魚人の塊なんですけどね。なるほど。はい、まあそれは冗談ですけど、まあでも魚人っていうのはこういろいろと、ほんでお店にバババッと出てましてですね、はい、魚人のその SF クラブっていうのがありましてですね、魚人がバーッとこの SF の小説をこう売ってるっていう感じなんですけどね、はいはいはい、SF 小説で魚人のショーというのがありましてですね、はい、その魚人のショーをバッと見ますとですね、魚人の顔がバヤーッと本から出てくるという。あ、 3D のやつですか？ 3D ですね、まあそういうのありますよね。なんかゲームでありませんでした？ありましたかね、なんか魚人のやつ。なんかありましたね、忘れたな。名前はちょっとわからないですけど、魚人がこうバーッとこう歩いていってアクションするやつでしょ、うんうん、そんなゲームも。半魚丼、半魚丼してます、ね、半魚丼してますね。あれも魚人ですね。魚人ですね、あれ魚人でプログラムによって出てきたやつですね、はい、まあ魚人がそういうのを言いますけど、まあ魚人っていうのは不思議なもんで、はい、宇宙の方に、惑星の方にいた時に、惑星のその池のほとりに魚人がいるということで、はいはい、まあ、そこから魚人がわーっと湧いてくるという魚人の里ですね。魚人の里ですね、そういうのはありますね。でたまに魚人が人面犬を連れて歩いてくるという、ややこしいですね。これでまた魚人が出てきて、今度人面犬じゃなくて人面猫をこう連れてくるとか、まあ、ね、桃太郎みたいなもんですけどね、お供が増えていくって感じですね。じゃあ純ちゃんは、人面何になりたいですか？いや俺はもうこのままでいいですわ。この辺からわわわわわってなっててもちょっとおかしいでしょ、はい、うんうんうん、あでもそんなんいいかなと思ってますけどね、はい、まあ魚人は魚人で、はい、魚人だけに魚人ということで、はい、はい、お後がよろしいようで、はい、それでは失礼いたします。